妙にナイトキッズの中里って言うんだけど、ここに来れば秋のスピードスターズに連絡がつくって地元のやつに教えてもらったんだ。メンバーなんだろう。え、教えてくれ。あの有名な86に会うにはいつ秋が行けばいい。スピードスターズのメンバー、おお、なんと心地いい響きなんだ。俺の言ってることをわからないか。下の方を始めたから。いや、間違いじゃない。実はその86、俺とすげえ仲いいんだよね。本当か。うちの中じゃ俺とあいつで下り最速の86コンビって言われてる。そうなんだ。86乗りは腕のいいやつが多いからな。スピードスターズもこの頃評判がいいぜ。いや、まあそれほどでもないけどね。とにかく連絡なら俺がつけましょうか。なんだってマブダチなんでね。頼む、必ず伝えてくれ。次の土曜の夜10時、ナイトキッズの中里がアキナスので待ってる。そう、下り一本は。挑戦の申し込みじゃねえか。ごめんなさい。ごめんなさい。マジごめんなさい。すいません。でもない。その黒の GTR、俺たちがアキナで見たやつだ。間違いねえ。ああ、ライトキッズの中里には高橋涼介とのためはってたのも納得だ。たくみ、俺がこんなこと頼めたきりじゃないけど。挑戦受けてくれ。受けないと先輩たちに迷惑かけちまう。意味わかんねえよ。なんで俺が言われると先輩たちに迷惑かけちまう。スピードスターズが逃げたって言われる。走り屋は、走り屋ってのは車で挑戦されたら受けて立たなきゃいけないんだ。車を走らせることが好きならそれだけで十分走り屋なんだ。走り屋ならそうかもしれないけど、これ別に走り屋になったわけじゃないか。ああ、いらっしゃいませ。おい、たくみ。池谷、どうすんだよ。まずいだろ、たくみがいかなきゃ。いや、GTR の相手じゃいくらたくみでも辛いもんだ。しかも、妙義の中里の家は赤木の高橋兄弟の有名な走り屋。そう、GTR ってすごいよ。そりゃまあ、すごいだろ。悔しなら勝てるか。勝つ。GTR だろうが、ポルシェでやるのは目じゃねえよ。それなら、勝てるか。ポルシェを。
ってるぞ中田との GTR。 とてもね、立ち上がり加速何馬力出てんだ。明日スピードスターズの86と勝負するんだ。すっげー噂だぜ。気な臭いよな。レッドサンズの高橋圭介が勝てなかった86にナイトキッズの中田とが挑む。こいつは赤木と妙義二大勢力のプライドのぶつかり合いでもあるんだ。今年の秋田の夜はとことん暑いぜ。今のシビック速え。確かに GTR はモンスターマシンだけど無敵じゃ。GTR が巧みな運転すれば86は86じゃなくなる。脅威のスーパーマシンに負けるんだ。無理だと思います。箱根が残るから他人に強制されたり命令されたりすることをすごく嫌がるんです。ただそうな顔してるけど一度言い出したら何度も譲らないし、そういう性格なんです。あいつ自信が。GTR に詫びを入れます。好き実は話してどれだけも何でもしてたんです。もともとスピードスターズとは関係ないことですからね。分かった。俺らも好きだ。匠には何にもしません。忘れてますよあいつの。クズ死んだ。GTR なんて別に怖くないです。
黒い GTR 中だとナイトキッズのやつらすげえ大所帯で来やがった。今さら間違いでしたで済むのはミートじゃねえぞ。
決定戦になっちまうのかよ。
ちり車速を落とせば下りでは嫌でも前輪に荷重が残る。最大の泣きどころのプッシングアンダーは出にくいぜ。そしてこの瞬間がたまんねえぜ。どんな車にも負けねえ低速ギアからの加速、剛性たっぷりのボディはびくともしねえ。サーキットで最強のマシンは公道でも最強。リアサイドの R のバッジは不敗神話の R だ。俺の R についてこれるか。86もしあの8億が、そうですね、GTR。
GTR じゃなくて足回りのチューニングやドラテクでごまかして基本特性は変わらない。アフターダウンヒル ABS を効かせながら閉じるようなスプリング操作を続けるかなりすぐフロントタイヤとブレーキが垂れてくる。元まで降りてくる交流は今日の運命の道で何度も必要で薬を飲んでくる。たとえ10人の人が入ったのだろう。フロントの方向性が怪しくなってきた。アンダー気味だぜ。フロントタイヤへの負担が予想よりはるかに出なかったか。厳しいぜ。だけど絶対負けるわけにはいかねえ。来たー。ハチロケが食いついている。同期最速のマクラドが続いてるぞ。この5連続カーブで俺は高橋圭介が抜かれるのを見た。内側に飛び込ませなきゃいいんだろうが、今は死んでも開けねえぜ。な、何？外からだと？舐めてんじゃねえぞこのガキや。見たか？切れてるよ。こんな狭いとこ流しっぱなしで抜けてくなんて。また外から。水沢行けちゃう。GTR の挙動がかなり怪しい。長さと集中力をなくしてるか。目を離すなよキャスカ。八六が抜きに行くぞ。そうだ、無理にインに着こうとするから不自然なラインになって突っ込みが甘くなるんだ。やつが通れない程度に寄せるだけだ。もっと進入スピードを上げられる。アウトにラインを振った。いるわね。いない。どこだ、どこ行った。外はフェイント。フルブレーキングしながらラインを越えやがったのか。鮮やかなもんだぜ。だけどこのまま並んで立ち上がれば二足全開の加速で前に出れる。RB26 の底力を見せつけてやるぜ。